100万円のワインとかあるじゃないですか。でも100万円のご飯ってありませんよね。あってもあまり食べたくありませんよね。普通がいいんですから。で、人が普通のご飯っていうときは実はすっごく美味しいご飯のこと言ってるんですよ。あん、普通でいいから、普通のご飯でいいから、すっごく美味しいご飯のこと言ってるんですよ。そこがご飯からしたらハードル上げられてるわけですよ。はがま、はがま、はがまのご飯。ちょっと贅沢な南部鉄器象印。